はいどパラプンテ、J リーグサッカーチャンネルです。というところで、今回逆転へ大一番ジェスチュバ対長崎のマッチプレビューやっていきましょう。よろしくお願いいたします。というところで、さあ、J2 がまたね、大変なことになっております。まあ、ちょっとこの後順位表等をね、見ていくんですけどもね、 まあさか、小に来で3位、4位の対決。ま、あ長崎は3位か、えー、自動小学っていうところなんで、ま、あ4位に落ちることはない。だから、ジェフチバにこの試合勝とうが負けようが、どうなろうが、そこに落ちることはないんですけども、でも、ここ、しっかり、 しっかり勝ってまあ、もちろん自動奨学逆転で決めるのが一番いいんでしょうけども、まあ、最低限プレオフに回ることになった時にいや俺たち最近勝ったよねっていういい印象どっちが持つことができるかどうかというところには、えー、なってきますまあそのプレーオフを見据えてですけどねまあ勝ったらやっぱりね自信にもなるでしょうしねさあ、えー、どんなゲーム展開となるかというところでしょうではやっていきますまずこちら これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。ということで J2 順位表ですね。前回清水の J1 昇格が決まりましたで2位に横浜 FC の勝ち点74、そして3位が長崎というところで、だから長崎は2連勝することを大前提ですね。2連勝が大前提で横浜 FC が一分け一歩。 一枠ぱい1 1敗か、まあ、二杯かだからね。で、なれば、長崎の逆転昇格が決まると。まあ、特失点差でもその時は上回ることが確定というところなので、長崎は二連勝が絶対条件で、横浜市は一回も勝てないことが、残り二試合は条件となりますけれども、その可能性の目が出てきたというところでしょう。まあ、本当自分たち次第ではありますんで、このジェフチバに勝つことができるかどうかというところです。ただ、ジェフチバがもっときついですよね。勝ち 点が六十一で四五六が並ぶでそして天国と地獄を分ける六位七位が一ポイント差中ね、えー、だからまあ。 っていうかそもそもジェフチバさん最後山形戦ですよね、うん、ジェフチバさんは最後山形とのゲームが待ってますんで山形は勝った時点で最終節まで昇格、えー、プロフの可能性を残すとねまあジェフチバに勝てばいいじゃんっていうのが多分山形のね、えー、多分ところと思いますし逆にジェフチバからしたらおおちょっとまずいなってもう4位だけどもね4位だけどもちょっと最終節っていうか、うん、この長崎戦もちょっとね上と上 のゲームだからやりづらさはねあるかもしれませんしなかなかに厳しい状況の、えー、J2 とねいうところにはなってきますさあこの試合どうなるかといったとこでしょうでこちら というところで、えー、ジェフチバ、長崎ですね。まあ先ほど出しましたけども、ジェフチバ、現在は勝ち61.4位。そして、ビハレ、ン長崎は8ち69の3位。というのが、両者の今シーズンの結果には、えー、なってきます。ジェフチバ、ね現在、まあ直近5試合負けなしの5勝0敗と、えーね、直近5試合5連勝ってすごいですね、本当ね。えー、負けがない。山口、愛媛、群馬、甲府、藤田、まあ順位的には正直低いとことの相手にはなるんですけども、ただ、その低い こしっかり勝たないことにはね、昇、え、格、ー、はできない、プローフにはいけないんで、まあ、こういう言い方失礼かもしれませんけども、買いグループにしっかり勝つと、まあ、山口も多分でも9月の21日時点では、そんな下の方には多分ね、いなかったと思いますんで、ね、しかし本当、そういうしっかり勝つべき相手には勝ってきたジェシュバと、まあ、前回、藤田戦はね0 2になった時点でどうなるかっていう感じはしましたけども、でも横山選手がね、前半のうち1点返す、これがでか,かったなっていう感じが。 いたします中でジェフチバ残り2試合は山形長崎、山形中ねあー厳しいなという感じがしますねで。長崎も直近5試合4勝1敗岡山に敗れてる以外はしっかり勝つ、まあ、長崎も平均順位的には低いところとの対戦が多かったんでちょ,、ね、ちょっと長崎に関しては一時期、夏場は絶不調ではありましたけども、まあ、だいぶ、ね、戻ってきたかなっていう長崎にはなってきます。こ,こから 長崎はジェフチバ戦、そして最終節の愛媛戦、まあ、愛媛に関してはちょっと後半戦ね、あまりにも勝ち点をこぼしていますんで、まあ、ジェフチバに勝つことができれば、まあ、現実的に2勝は可能じゃないかとうところ、本当、ね、長崎からしたら、児童奨学の逆転奇跡を最後まで追ってほしいし、ジェフチバからしたらね、いやいや、一緒にプレーオフやりましょうよ、長崎さんという感じかも、ね、知れませんしね、さあ、どうなるかというところでしょう。でこちら ほんで、これが千葉・長崎の通算対戦成績ですね。まあ、ジェフチバ、今回ホームなんで、えー、ジェフチバ目線で言うと、ジェフチバ6勝5分け10敗なんで、長崎がね、実はジェフチバに勝ち越しているんですよね。で、えー、ジェフチバ、えー、のホームでのゲーム、今回ですね、は2勝3分け5敗なんで、長崎が勝ち越している。ジェフチバ、むしろアウェーの方が、まあ、どちらかというと前線している通算成績には、 なってきますねだから去年もね、シーズン最終節がジェフチバ長崎の、えー、ゲームでしたあの時は逆に長崎がね、こう、最後、ね、プロフがあるかどうかみたいな、だから2年連続でジェフチバ戦って何かが、えー、かかってる状態でのゲームにはなってきますね。で、だから去年が1対3で勝って、 でそうこの長崎、千葉の今年の5月の対戦ですね、僕はトラスタまで見に行きましたね、いやあの地元、長崎の、ねえー、学校の友達とあとは、えー、友人等ですけどもねサッカー観戦仲間ができるって非常にいいですね、えー、そのジェフ・千葉戦、えーまああん時もだから1対0でエジガル j には決めたんかねくっさつかった記憶がありますけどね、えー、勝ちました、それ以来のゲーム、まああん時も1対0、なかなか際どいゲームではありましたけどもね、勝利という結果になってますんで、 2連勝中長崎さあどうなるかというとこでしょうでこちらほんでこれが前回両チーム先発メンバーにはなってきます えっとですねジェフチバは言うてやっぱり小森だっていうところはあるかもしれませんけれども田中和樹だっていう感じも最近ねしていますね正直最近の田中和樹は怖いなっていうねところもあります、まあ、去年も非常に良かったですもんね田中和樹ね京都からね、えー、完全移籍で来たんですよね今年ね、えー、来ておりますしまあそうなればというところで今年こそ昇格への思いは相当強い、えー、選手にはなってきますねだから、まあ 正直ね、小森だ、小森だとか言ってますけど、それ以外の前回ゴールを決めた、ね、横山選手もそうですけども、それ以外の選手でもね、やっぱり厄介な選手は多いという、ジェフチバ本当、小森だけじゃないよっていうところ、前回、椿もゴールを決めてます、元北九州にいた選手ですね、えー、椿さんも活躍を前回見せておりますんで、まあ厄介どころは多いと、で、長崎でいうと、マテウスがめっちゃ調子ですもんね。 いやー今季16ゴールだから、まあ長崎はね外国人選手の破壊力がえぐいでも、その周りにいる阿部選手、名倉選手、まあ、前回、名倉ゴール聞きましたけどねとか阿部選手もね本当、なんかベテランのような落ち着きを中盤に与えてくれますよね。安倍選手ねで 秋野さんが負傷なので山田選手が最近前回はアンカーで先発というところでございました今回は小森選手をやっぱどう抑えるかは鍵にはなってくるでしょうどうしてもバウド、田中っていうセンターバックに関して跳ね返すところはね力があるけどもこと裏抜けとかそこスピード対応カバーリングというところでどんだけ勝負ができるかどうかというところにこの試合は鍵がえこの試合は鍵になってくるんじゃないかとちょっと今ね言葉が怪しかったですねになってくるんじゃなかろうか というところでございましょうさあ、まあ、どんなゲーム展開になるかと、ね、楽しみですけれどもね。で、こちら。 で今回、えー、チャンス構築率イ、まあ、データのところですね、ジェフチバ、長崎ですけど、ジェフチバ、長崎、もオフェンスですね、本当、スタッツはね、もう長崎か千葉かみたいな、えー、ところ、もうほぼ数字は変わんないですね、正直ね、成功率が若干違うっていうか、ほんと若干ですけどもね、違うぐらいで、チャンス構築率も数字は一緒です一試合平均シュート数も1本しか差がないしっていうところで、ほんとオフェンスのところも、スタッツはね、そっくりさんの両チームで、守備のところに関しては、まあ、失点数は長崎が少ない、非成功率の3位で、この 辺はいいまあ、ただ、非チャンス構築率に関しては長崎の方が悪い、まあ結構データ的には遠からず近からずの守備のところというところにはなってきます、まあ打ち合いになるかね、どうなるかっていうところでしょう、逆にまあ点の取り合いになるのか、それともね、守備陣が奮起するかどうかというところ、まあ、本当注目点が多い両者というところですね。でこちら ほんで、これが、得点ランキング、チーム内得点ランキングにはなってきます。ま、あやっぱ、ジェフチバを、どう抑えるかというところで23、まあ、抜きに出てますもんね。で、長崎もね、マテウス、エジガルジュニオ、ファンマ、マルコス。ま、あこれ、どうなんだろう。同一リーグ、同クラブで外国人4人が2桁ゴール決めたシーズンって、過去あったのかなと。ま、あ多分、J1 で外国人4人が、みんな2桁ゴールを決めたシーズンってないと思うんですよね。 どううだろうこれマルコスが2桁ゴール乗ればね、ね外国人選手全員2桁ゴールみたいな偉、えー、業達成なるかというとこでしょう。まあ、ちょっとここはね注目点高いですよね。マルコスあと1点決めることができるかどうか。ファンマーなんか出番にあんまりないんだけどね、この先発ではね。時間、分数は今年短いんだけど、なんだかんやで10点決めてますもんね。まあ、この辺、ファンマーはなんか出番求めて移籍とかならなきゃいいなっていう感じがね、えー、ちょっとしておりますけどもね。で、こちら。 で、これが90分間換算平均スタッツですね。まあやっぱオフェンスのスタッツというかデータが似ていたんで、ちょっと似ているところもやっぱりね、あと。まあ得点数とかシュートとか枠内シュートのところとかね、ほんとそっくりさんのデータですね。これどっちが長崎のデータだって言われ僕わかんないですもん、多分ね。えー、中途で、まあ30メートルライン侵入回数もエリアライン侵入回数も多いんで、まあゴール前での攻防は両者、えー、非常にえ緊張感あるものが見れるんじゃないかというところでしょう。で、こちら。 ほんで今回注目選手してまあコモリって 名前を挙げるののが正解なのかももしれませんけれども例えば、田中和樹でしょうかね。まあ、小森は結局、ね、いろんなところでも名前出てますしね、注目選手だっていうところなんでね。まあ、じゃあ逆にね、天の弱なんでね、ちょっと僕の天の弱感を生かして他の選手も紹介しておこうというと、田中和樹ですね、今季31試合、31先発で、5、えー、ゴール9アシスト、まあ、アシスト数でうともう上位にいますんで、あと1個決めれば10アシストに、乗るとねねこの間もすんごいゴールで決めてましたしね、田中和樹、やっぱね、こう、ボールの供給源をどう抑えるかもね、 重要にはなってきますんで、田中和樹選手を、えー、どう抑えるかというところにはなってくるでしょう。で、同じウィングの笠柳選手ですね。一時期先発から外れることもありましたけども、なんだかんだで、本、え、当、ー、素晴らしい数字、スタッツ。ね、来ないですけど、ドリブルのスタッツとかも非常にいいですもんね。今季、えー、3ゴール6、6足とね、ゴール前で絡むチャンスに絡むし、まあ、ハイライトで見直したら笠柳がどっかで出てくるみたいなね、えー、試合も非常に増えておりますんで、笠柳ね、本当こう名前の翼、 っていう感じがね、翼っていう感じがねありますけど、本当羽が生えた感じ、ふんわりとしたドリブルがうまい。で、やっぱ田中も笠柳どちらもですけどもドリブルが。 ウィのウィングの選手になってきます、まあ、直接マッチアップ、ね、することもあるでしょう。右の田中和樹、左の笠柳なんで、攻、ま、守、あ、においてマッチアップするというところは、ね、この両者、ね、お互い意識するのかなという感じもいたしますけども、さあ、えー、この試合、どんな結果をもたらすか、まあ、この両ウィングプレイヤーも鍵の一人というところですね。と、はい、いうところで、今回以上です。